はいどうも、YouTube 大好き、あべちでーす、えー。2020年も年の瀬ということで、今日はですね、えー、2020年に出した、えっ、ー、と、あべちオンラインの、えー、動画を振り返りながら、今年1年も合わせて振り返っていきたいと思います。まあ、動画の数も結構あるので、駆け足でいきたいと思います。 まずは1月20日ですね、えー、出した動画、えー「香川県ネットゲーム依存症対策条例」についてということで、まあ、あんまり再生回数はないんですけどもねただまあ話題としては、えー、結構ねあのゲームファンの中では物議を醸した、えー、内容ということで、まあ、これねどうなっていくのかというのはまあ今後も気になるところですけども、まあ、こういった動画を出しています。えー、それから1月24日、えー、俳優の東でくんと 杏ちゃんが東出君の不倫できっかけで別居報道ということであのちょうどですねこの2人の子供っていうのは双子なんですよねで僕の子供も双子ということでこの動画を上げましたけどもやっぱ女の人はね男の人の不倫に関してはすごい厳しい目を持ってるなというふうなことを思ったりもしました。 それから2月2日セガの2020年3月期第3四半期の決算書を見てみたところということで、まあ、この時点でですね、えっと、セガのアミューズメント業界っていうのがちょっとこうだんだん社用になってきているというのは決算書から見て取れるわけですけどもまさかのコロナの登場で、まあ、それが後押しされるようになったというのは後に分かる動画になります。3月4日ですね えー、もうすぐ p c エンジンミニ発売だけどということで、まあ、メガドライブミニが発売前すごい盛り上がってただけに p c エンジンミニがね発売これ2週間前ぐらいなんですけども、まあ、あんまり盛り上がってないなというのでちょっと気になって動画にした感じですそれから3月17日ポリメガ今度こそ発売日決定ということで まあ発売日が決定してちょうどまだね、この時期プレオーダーをやってたので、僕もプレオーダーで注文したんですけども、まあもしかして欲しい人にはまだ間に合うかなというので動画を出したんですけども、ここからさらに延期に延期を重ねるということが続いていくことになるわけです。 それから3月22日、この日に PC エンジンミニが発売されたんですけども PC エンジンミニに収録されているゲームこのクオリティも素晴らしかったんですけども何よりですね驚いたのがこちらですねグラディウスそれからファンタジーゾーンのニアアーケードということでオリジナルの PC エンジン版の b g m を強化したものそれからグラフィックを強化したものというのが実は裏技で入っていたということですね。 まあこれでねこの M2 というあの会社のね職人技それからこだわりというところがねすごく垣間見えるあの話だったなというふうに思います。まだあったメガドラライイブで動く新作ソフトゼノクライシスということでゼノクライシスのカートリッジ版自体は実は昨年発売されてるんですけどもまああの今年になってスイッチ版が発売されたということとあとあの発売されたということとあとあの えー、ビープさんの方でも、えーまあ、日本での発売っていうので取り扱いがあったというところでは、まあ、あの今年の話と言ってもいいのかなという感じがしますけども、まあ、非常にねあのゲームとしてのクオリティはもうめちゃくちゃ高いゲームであのもう当時メガドライブでこんなゲームが出てたらえらいことになってただろうなというふうには思ったりします。それから4月15日 アメリカのファウンテン・オブ・ウェインというバンドの代表曲「ステイシーズ・マン」を日本語カバーという形でやったんですけども、まあ、これのきっかけになったのはあのコロナですねこのバンドのソングライターのアダムがもうコロナで亡くなったということで、まあ、追悼の意味もあったんですけども本当にあのもう今年1年のこのコロナの影響というのは本当にもうひどかったなということを思い,起こす思い起こさせる動画ではあります。 それから5月4日祝ベアナックル4発売ということでベアナックル4のゲーム実況もやっています。 まこれは本当にね、えっ、ー、と、セガファンにはすごく嬉しいニュースだったというところですね。まあ、実際、あの、プレイしてみると、本当にもう今までのベアナックルファンでも納得のクオリティ。まあ,あ、取り立ててね、大きなアレンジが加えられてるわけじゃないんですけども、本当にもう、今までのこのベアナックルの操作感とか世界観というのがしっかり引き継がれていて、本当にもう、あの、良作の続編と言える仕上がりになっています。またこれを作ったのが、 あのアメリカのねインディーズメーカーということで本当にまあ,あいわゆるファンメイクと言ってもいい内容になっているんですけど本当に素晴らしい続編だなという感じですね。それから5月7日日本での、えー、販売価格がまあ決定ということでポリメガですね、えー、なんですけども、えーまあ、ここまで来てもポリメガの発売ももうほぼ確定的かと思いきやというところになります。 5月30日祝マッドストーカー発売日決定アルカギスレボリューションののデモ版の実況もやっていますアルカギスレボリューショがねあのメガドライブっていうのはもともとこの回転があの回転機能がなくて回転をさせるっていうのが非常に苦手なハードだったんですけどもそれをソフトウェアで実現したというなかなか力押しの、ね、ゲームソフトになっているということでまあ話題になりました。 6月3日セガの新ハードミクロって何ということで、まあ、あの里見社長が突然にゲームギアミクロ発表したということで、まあ、結構ね湧きましたよね、まあ、実際にはね結構ちっちゃすぎるとかいうことで賛否が分かれましたけども、まあ、メガドライブミニに続いてあのセガからこういうねミニハードが出るというのは本当にねあのすごくあの嬉しい話題だったなというふうに思います。 6月4日結局ファミ通のあのスクープはセガのシンハードの話なのかということであのジャーナリストの、えー、西川善治さんという方ですねこの方がまあ,あのセガからスクープを、えー、得たということで、まあ、シンハードの話ではないということだったんですけどもまあファミ通を呼んでみると、えー、どうやらこれはあのフォグゲーミング構想の話でして、えー、何かっていうとあの まあセガのゲームセンターですね。アミューズメント施設を、まあ、要はあのサーバーセンターに変えるというあの構想です。それをすることで、まあ、あの家にいながらにしてゲームセンターのゲームが楽しめたりとかですね、いろんなサービスを提供が予定が考えられてたみたいなんですが、これもですね、あのセガのアミューズメント撤退に伴ってこうどうなったのかなというところですね。あのまあ引き継いだ会社の方でもしかしたら、 このフォーグゲーミング構想は生きているのかもしれないんですけどもちょっとこの辺はね今あの本当にあのまさに霧のような、えー、状態になっているという感じですね。 6月20日かつてセガ信者を大量生産ゲーム雑誌「ビープを復刻版で振り返ってみるということであのちょうどですねこの「ビープの復刻版自体はだいぶ前に出た本なんですけどもちょうど僕がまあ手に入れたのでこれを見ながらな、まあ、懐かしいなというのを視聴者さんと共有できたらなという動画だったんですけどもこれをきっかけにある対談が実現するというものになりますね。それから4月8日 この時にはですね、セガのアーケードゲームが遊べるアストルシティミニの発表があったということです。で、第1弾ソフトはね、バーチャーファイターも入っててかなり湧いた感じなんですけども、これが第2弾発表、第3弾発表となるにつれて、どうなったかというのが後ほどになります。で、7月4日、これが最後の発売延期かということで、ポリメガがまあ、さらに発売を延期したという話ですね。 ここからまだまだ延期の話が続いていくということになります。 それから8月12日ゲームギアミクロ話ミクロが売れるとまるミニが出るという動画を出しましたこれはあのセガの奥成さんがゲームギアミクロのインタビューの中で、まあ、メガドライブミニだったりとかゲームギアミクロのはまあ販売が結構好調だということを受けてセガがまあ積極的に、えーまあ、クラシックミニハードを出していくという意向になったという話をしていておこれはということで えー、こういうい動画を出しましまたなのでまあ今後、まあ、あの皆さんが、えー、希望されてる SATARMINI とかドリームキャスト MINI とかはたまたマスターシステムミニセガーマーク 3MINI みたいなねものをいずれかがあのどんどん出ていくと、えー、いうことになるみたいなんですけども、まあ、非常にねあの楽しみな話だなというふうに思います。 8月15日「世界実」の第2期の予想をした動画なんですけども、まあ、実際にはね「世界実」はもうあの第1期で終了という形になったようです、えー、なので第2期はないんですけども、まあ、レトロゲームの復刻自体はまあ今後もやっていくみたいなので、まあ、これ僕予想なんですけどもおそらくあのクラシックミニハードの方で出していくというふうにシフトしたのかなという感じはしています。 まあ、あの実際にリリース日かから結構遅れて出ることが多かったんですよねそれは何かというと M2 さんがやはりあのこだわりを持ってあの高クオリティで出したいということで、まあ、それをするとどうしてもこうあの納期には間に合わなかったというのが結構続いてたので、まあ、あのなかなかね大きな組織の中でやっぱそういうあの納期がたびたび遅れるというのはなかなか難しいのかなというところで、まあ、納期にちょっと余裕を持てそうな クラシックミニハードの方でやろうという風になったのかなという風には思っています。8月21日、アストロシティミニの収録タイトル第2弾が発表されたという動画ですね。まああのこの第2弾発表がね本当に非常に物議を醸しましたけど。 まあ、ぷよぷよとかねコラムスの落ち物が多いとかあとシリーズ物が多いということで、まあ、新しい、ね、今まであの移植されたことのなかったようなタイトルを期待していたユーザーさんからするとすごい、ね、ブーイングが、えー、出てきてあのアストロシティミニの、えー、行く末をちょっと暗雲が立ち込めるという結果になったという、えーまあ、発表だったという感じですね。 それから8月26日、ソニック・ザ・ムービーを見てきた感想なんですけども、まあこれは結構ね、あの遅めに見に行ったので、あの公開時代はもうちょっと早かったんですけども、まあ辛口でというふうに書いております。 なので内容は辛口なんですけどもただまあ,あの結構このソニック・ザ・ムービーの興行成績自体はやはりあのアメリカでね結構絶大な人気があるせいなのかあのすごく良かったということで第2弾の予定がされていますということでまあ,まあ第2弾でねあの内容的にもあのまあ映画としても本当に満足できるものができればこれからあの長く続くシリーズになる可能性もあるかなという期待を持っていたりとかします。 ファントムギアという、ね、メガドライブで遊べるカートリッジでリリースされるソフトですね。これのデモ版をプレイしたという動画です。でまあこれはあの海外での、ねえっと、発売になるみたいなんですけども、まあ、ちょっと日本での発売も検討しているということであのちょうどねこの開発のクリエイターさんがわざわざあのコメントを頂い,いたんですよね。 うん、なのであの、まあ、実際プレイしてみた感じは本当にクオリティが高いロックマンとかああいう感じのアクションが好きな人にはたまらない感じになっているので、まあ、非常にねあの期待できるゲームだと思いますので、まあ、本当に楽しみにしたいなと思っております。 9月1日しくじり先生に、えー「セガアーケードのしくじり」えー、ということで、まあ、あの去年のネ、ね、メガドライブのしくじりに引き続いてセガの、まあ、ゲーム機っていうのがあの地上波に登場したということで、まあ、これもなかなか、えー、話題になりました、まあ、トイレットとかねあのすごい衝撃的なものがたくさん、えー、出てました、えー、それから9月4日、えー「アストロシティミニ」の収録タイトル最終発表 これがねね完全に名案を、えー、分けました、ねえー、第2弾で暗音が立ち込めたのがちょっとこうね盛り返すかと思ったんですけどもやっぱりあのー、ダメな方は <laughs> ダメだったみたいで、まあ、中にはね、あのー、予約してたけどもそろ市民にキャンセルしたという方も、あのー、おられたかなという感じですね。 9月5日、久々の任天堂 v s s ガということで、任天堂から突然ゲームウォッチということで、スーパーマリオの35周年を記念した小型の携帯用ゲーム機っていうのが発表されました。 で、まあ、あの、今回ね、僕がこの動画で任天堂 t e n d o vs セガという形で出したんですけどこれがね、すごい、あの、バズりまして、えっ、ー、と、10万再生を、えー、今のところ超えております。で、これのおかげで、えー、アベッチオンラインは戦闘力を超えたんだろうなというふうに思っています。えー、やはりあの、セガにはね、ライバルが必要だなと思った事例ではあります。えー、9月12日、 トワープランのメガドライブのシューティングゲームですね。4作品が復刻されるという話ですね。まあこれ海外でのリリースになるんですけども、まああの今年は本当にメガドライブの話題にこと書かないなというふうに思った次第です。 それから9月15日、またまたメガドライブの話なんですけども、えー、ホーギーヒュー、株式会社ピクセルさんがね、作られているゲームですね。こちらメガドラ版の動画がツイッターで上がってたので、ちょっとこれでおーと思って僕はあの動画にした感じなんですけども、この動画がきっかけで、後にピクセルさんとの対談動画が実現するというものになります。 9月17日、アストロシティミニにお金を使ってゲームギアミクロにお金を使ってもうお金ないというところで発表されたのがこちら、アレスタ専用のミクロが付いたアレスタコレクションですね、まあ。ゲームギアミクロはいいやって言ってた人でもこれは買おうかなと思わせれるぐらいの、えー、と引力があった商品だなというふうに思います。9月17日、 えー、コロンバスサークルさんから16ビッットトポケット、えー、が届いてきました、えー、これはメガドライブのねカセットをガチャッとさせさてできるあの携帯ゲーム機なんですけども、まあ、これですね、えー、この動画自体が非常に衝撃的な <laughs> 動画でして、えー、撮影の途中で僕はこの液晶をね、えー、まあ不手際でこうバキッと割ってしまうんですよね。 なんですけどもこのマスサークルさんからあのすごい神対応していきまして無事にね綺麗な状態になった、えー、と16ビットポケットが、えー、届いてき、えー、たという感じですね。本当にもうこのマスサークルさんね本当にもう感謝しか、えー、ない感じですね、えー。それから9月19日、えー、伝説のゲーム雑誌「ビープの元ライターだった大瀧みやびさんとの対談動画ということで、まあ、これはねもう本当にこの動画を出せたことは僕はもう良かったなと思うし誇りに。 思えますねであのねこれもプレミア公開だったんですけども本当に当時あのビープを愛読していた視聴者さんと本当になんか一緒になってこの雅さんとの話をなんかあの楽しめたなっていうのがあってなんかこうすすごいねああの嬉しかった動画ではありますそれから10月2日「セガを救いたい」ということで。 まあ、アストロシティミニのね、えっとまあ、最終発表ですごくね賛否が分かれたこの P の方を取って、えーまあ、あの炎上系 YouTuber 柴田のあのフォーマットでね、えー、動画を作ったところ、まあ、非常にですね、えー、賛否が分 <laughs> かれまして批判のコメントも結構ねたくさんいただきましたまあねあの僕的にはね、えー、と面白い動画になったんかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱ柴田自体がね あのすごくあの好き嫌いを分けるやっぱユーチューバーさんなのであのまあそういうのもあってあ,ああいう動画を出すとこうなるんだなということをあの学習した動画ではあります。10月5日、えー、動画で伝わらないセガ 3D 復刻アーカイブスのまあゲーム実況をしたということですね。これは何かというとあの 3DS が、えー、生産終了になった。 るというねニュースがあってまあそのきっかけで、まあ、3DS 買っておこうかなと、えー、僕は思ったところになるんですけどもそのタイミングでちょうどねセガがセールをしてくれて、えー、前々からやりたかった s e 3 d 布告アーカイブスをもうまとめて、えー、と購入してでそれをまああの動画だとねこの立体が見えないんですけどもまああのこう見えないながらもこう言葉でここうねこの良さを伝えられないかというちょっと実験的な動画でもあります。 やっぱ、ね、M2 さんの本当にこ,うこだわりとかあのもう職人芸がもう炸裂したあのゲームソフトなので、まあ、これは、ね、本当に 3DS というハードがなければできなかったあの、まあ、企画ではあるので、まあ、こういった、ね、ことがまたあの、ね、してもらえたら本当嬉しいなというふうに思うんですけども、まあ、あのまだまだ 3DS 自体はあの、まあ、生産終了してもゲーム自体はあのまだまだできる。 あのハードななのかなというふうふには思っています、えー、10月9日メガドラ版「ダライアス」ということで、まあ、あのダライアスのカートリッジこ,あのこの時はまだリリースの話じゃなくて対等、えー、の,のダライアスの、ね、過去のゲームの詰、ま、め合わせのゲームの「えー、コズミック・リベレーション」の付録としてあの付くという感じですね。 だったんですけどもまあ、あのね大手の台頭からまあ、そういうまあ、おまけとはいえあの実際メガドライブで遊べるカートリッジがリリースされるというのはすごいね衝撃的でした10月14日いよいよポリメガがやってくるということで、えー、ポリメガからねメール通知が来たんですよねプレイオーダー後初めてなので今回は間違いないかなと思ったんですけどもそうでもなかったようです 10月20日最強の PC エンジン互換機登場ということで、まあ、メガ SG メガドライブの互換機でも有名なアナログ社から、まあ、アナログデュオが登場するという発表があったのを動画にしています、まあ、このねメガ SG 僕も体験してないんですけどもとにかくクオリティがねもうめちゃくちゃ異常なぐらい高いということで、まあ、この動画自体はねあの PC エンジンの,あの、まあ、互換機を求めてた えー人えー、まあ実機があってもやっぱりねいずれあの壊れてしまう可能性もあるということで、まあ、あのこちらの注目度っていうのはすごいあの再生回数から見ても高かかったのかなという感じがします、えー、10月22日、えー、コットンリブートとは何ぞやということで、まあ、コットンのね、えー、コットンリブート時代の、えー、と発表はもっと前からあったんですけども。 まあ予約がね間近だったのでちょっと僕動画にしてみたんですけども僕個人的にはねコットンを今までやったことなくてアストロシティミニで初めてプレイできたということなんですけども結構視聴者さんからねあのコットンリブートを歓迎する声がすごく,多くてやっぱりあの僕もやってみたいなと思って予約をしたんですけどもあのこの動画にねビープさん自らちょっとコメントをくださってすごいね嬉しかったなという動画でもあります。 10月26日鬼滅の刃劇場版の感想ですねまあ、本当に今年はもう鬼滅の刃一色だったなということを思い浮させる動画ですね 10月29日、えー、そちょうど32年前にねメガドライブが発売されたということで、まあ、この時のちょっと思い出を語ってるんですけどもやっぱりねあのこういう思い出をあの語るとやっぱり同じようにねメガドライブに対していろんな思い出を皆さん持ってるのですごい楽しい話ができるなというふうに思った動画です。11月4日 えー、ポニメガがまたもや延期ということでメール通知でねまもなく届くって言ってたにもかかわらず延期ということで非常にねびっくりした、えー、話です、えー、11月5日、えー、セガがエンターテインメント事業を撤退ということでもうこれはね本当にもう全セガファンがびっくりした、えー、ニュースですねまああのー、ね最初の方で出てたあの決算の動画でアミューズメント事業自体がちょっと尻すぼみになってた、えー、状況ではあったんですけども まあこのコロナの影響で一気にここまで行くかということで非常にあのびっくりししたた話でした11月5日とうとう家庭用アウトラン筐体が登場ということでこれはあの日本ではまだ発売決定しなくて海外のみではあるんですけども価格がねあの結構手が届きそうな値段だというところでかなりねあのファンからすると沸いた。 話題ではあるんですけどもじゃあこれっったとこころででどにに置くんだっていう問題にぶつかるわけですよねなのでまだ日本発売されてないというところでまだあの猶予はあるんですけどもじゃあこれ日本で発売されると決定した時にはこの筐体をどこに置くかを真剣に検討し,てしないといけないということになる感じですね。 11月10日レトロゲーマーのためのフェスゲームレジェンド、A、33ということで、えーまあ、ゲームレジェンド自体がこのコロナの影響で開催がずっと遅れてたんですけどもなんとか、まあ、無事開催されたということで株式会社ピクセルの佐々木さんによると、まあ、50名ぐらいを入れ替えで開催されたということで。 まあ、なかなかねあの、例年に比べたらそのサークル数も減ったりとか、なかなか難しいところもあったみたいですけども、まあ、なんとか開催されたということが本当に良かったなというふうに思います。僕もいつか、ね、ゲーレジェには行ってみたいと思っています。11月13日、えー、ポリメガの公式サイトがリニューアル。でそれに伴って、えー、延期の発売日が2月になったということですね。その2月を信じれるかというと、あの今となっては微妙な感じです。 ただただ待つしかないという感じですね。十一月十三日任天堂ゲームアンドウォッチ発売日ということで開封 and プレイをしています。まああのゲームギアミクロとね比較するとこのあのまあ作りを、えー、見てみるとこの両者のねこの、えー、まあゲーム作り商品作りのこの思想の違いっていうのがすごい見えるなというところで面白い面白かったなと思,思いました。 11月15日登録者1,000人達成記念ということでチャンネルアートサムネイルのリニューアルをまあ前々からちょっとね予告してたんですけども行いましたでこの時にねゲーム老人チャンネルのおじいさんに書いてもらったイラストなんですよっていう話をして初めて見てもらった時に結構ね視聴者さんから「これめっちゃいい」とかあのいう,あの、まあ、うリアクションをもらえて本当になんかあのおじいさんにお願いしてよかったなと思いましたでまあ1,000人登録もね 当初100人弱から始まってるんでまさかあの今年あの達成できるとは思わなかったんですけどもなんかねもうできる時はできるもんだなと思った感じです。12月4日株式会社ピクセルの代表佐々木さんとであの対談の中でね面白いと思ったのがやっぱりそのレジェンドクリエーターさんへのこうリスペクトっていうのが元でこうゲームができてるというところなんですよね。 なので本当にもうあの本当にレジェンドが作るなんか真のレトロゲームだけどあの今までやったことのない新しいゲームっていうちょっと不思議なものがね出来上がる感じが本当に面白いなと思って、まあ、これからのリリースっていうのを本当にもうずっと追っていきたいなというふうに思っています。12月12日カプコンのレトロゲー32本が遊べるカプコンアーケードスタジアムの発表ということで。 まあこれは PS3 の時のえーとアーケードキャビネットのまあ続編みたいなイメージですかねうんなんですけどもまあ中のね入ってるゲーム自体もあのかなりファンからも好評な内容になっていて非常に楽しみなあの商品になってるかなというふうに思います12月17日 SNK から新ハードということで まあ、SNK といえばあのサウジアラビアの皇太子さんの、えー、されている会社の方から、まあ、出資を受けていて、まあ、結構リリースの方が元気なんですけども、まあ、まさかあのこのタイミングで SNK からシンハードが出るのかというところで、まあ、これシンハードかどうかはちょっとね確定ではないんですけど何あのなぜゲーム機が出るというのは間違いないということですね。これ本当にシンハードだったらこれなかなか事件だなというふうに思っています。 12月17日いよいよ「アストロシティミニが、えー、と発売ということで、えーまあ、僕のとこにねこう届いてくるのが結構ね遅かったんですよ夕方4時ぐらいだったんで慌ててこう開封してプレイしたんですけども本当にこう内容自体はもう、まあね、収録タイトルがね納得いかないっていうのはちょっと置いといて収録されているタイトルに関してはもう本当に間違いない、えー、出来だったしその、えー、筐体の作りとかねあのコントローラー含めてあの素晴らしい出来だったなというふうに思っています。 12月21日プレミアメガドラソフト収録セがハード C 復刻本ということでビープメガドライブサタンマガジンドリームキャストマガジンですねこの3種の,、まあ、あの合同での復刻本が出るということで、まあ、値段もねなんかそこそこするんですけども、まあ、当時をリアルタイムでねあの体験してきたファンからするとやっぱ抑えておかないといけない一冊なのかなという感じはします。 まあ、ということでですねあの本当にねあの今年1年というのはあのレトロゲームファンにはあの話題にこトと書か,かないあの特にセガファンには、まあ、60周年というのもあってあの話題にこトと書か,かない1年だったなというふうに思います、まあ、ただですね今年あの本当にコロナっていうのがあってもう本当にあのいろんな、ね、影響が多方面に出てもう大変な激動の1年ではあったんですけども、まあ、逆にあの、まあ、コロナがあったからこそ,そのオンラインで いいろろイベントが開催されたりとかですねえいうことがあったのでまあ,あの本来だったらあの僕なんかだったら東京にあの足を運ばないと見れないようなあのそういうイベントがあのオンラインで見れたりとかっていう、まあ、いい部分もあったのかなというふうに思ってます。 まあ、アベッチオンラインとしては当初は100弱の、ね、スタートから始まったんですけども、まあ、まさかの1000登録を、えーまあ、超えることができたので本当にもうねこれはもう登録していただいて、えー、見ていただいてるあの視聴者さんの、えー、皆さんのおかげだなというふうに思っております。本当にありがとうございます。まあ、あのこれからですね2021年、えー、どうしていくのかっていうのは、まあ、具体的な、えー、とアイデアがあるわけではないんですけども。 まあ結構ね今年もねその対談動画なんて最初からあのやるつもりはなかったんですよね。本当直感的な感覚で「あこれ面白そう」っていうので、えー、やったっていうのもあるので、まあ、2021年も まあ2021年になったからこそ、なんかできることっていうのもなんか増えてる気はするんですよね。なので、その中での直感的に、あ、これ面白そうって思うことは、あの、どんどんトライしていって、皆さんとその、なんか楽しみっていうのをなんか共有できるような、そんなチャンネルにできたらいいなというふうに思っております。ということで、まあ、あの、2020年に引き続き、2021年の方もアベッ t オンライン i n をご視聴いただいて、あの、応援いただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。 ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さん、良いお年を